どうも、六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のペチとキムラジとサクです。質問完了。何を注文したんでしょうか。修羅場をくぐりまくっていいダメージ加工がされてます武蔵のジャケットを注文しました。もう背中とか大丈夫。というわけで、新空港選挙第9話直後考察パート2。さあ、というわけでね、今週の土曜日に最終回が迫ってきたということで、うん、なんかね、コメントでは第9話の時点で最終回ぐらいのクオリティでめちゃくちゃ盛り上がったけど、最終回どうなんねんみたいなね、うんうんうん、でも確かになんかもうクオリティは最終回みたいな雰囲気だったね。そうだね、謎も回収されましたし、いっぱい。そうだよね、うん、なのでね、最終回より楽しみですけども、なんか第9話でさ、なんか今まで僕らちょっと猿の直樹をちょっといじってたけども、はい、最後にちょっと男見せてかっこよかったね。ああ、まあの別れる時とかね。あ、まあそう、そこもだし。あ、これかばったとこ。そう、かばったとこ。ああ、でも丹波先生が全部持って結局そうだよな、持ってかれたから。結果的にお父さんだったけど、自分を守る気だったんでしょ、あれは。いや、だからお父さんが行った後に行ったんじゃない。いや、本当にそうだったらやだお父さん行く街でそんな噂も出てんだよ俺もそうなんじゃないかなって思ったけど、あれは違うよね。違うよ、うん、ちゃんと自分が守る気だったんだよね。なるほどね、うん、確かに。ただやっぱりそこはお父さん叶いませんよ、さらに前に行くってね、うん、まあセナは幸せもんですよね。そういう、いや、そうよ、うん、だし二人の愛が本物だよね。結構そこ疑ってる人多かったから、ね、いや、なんかね、よかったよ。あなたもその一人だった。いや、俺めっちゃ疑ってた。疑ってたじゃん、ドロドロ関係をね。そうそうそう、俺期待してたんだけどネズミがね、入り組んでみたいな。なんかな、でもまあそこは真の愛だったからね、よかったなということで、まあ最終回待ち遠しいのでね、最後にね、考察して最終回をね、楽しむ準備進めていきたいと思いますが、まあ考察で言うと、第9話直後考察パート1ではね、ヤマネコの正体とか、まあヒント動画の文章について、まあ徹底的に考察しましたので、まあ今回の考察ポイントは、まあさらに踏み込んだ部分と言ってもいいのかもしれない、うん、予告にあるこちら、最後に何も信じられなくなる。で、この言葉の真意っていうのをね、ちょっと徹底的に考察していきましょう、はい、うん、正直一番難しいところなので、まあ考察とは言いつつね、ちょっとまあこんなのもあるんじゃないみたいな、誰だったらこうなんじゃないとかね、まあそういう感じでちょっと思い出に浸りながら座談会みたいな感じで、うんうんうん、語って語り尽くして最終回に備えましょう。はい、はい、というわけで最後までよろしくお願いいたします。さあ、というわけでね、この言葉の真意についてやっていきたいと思いますが、その前にね、あらすじを見てもやっぱりね、最後の一文で獣たちの願い、武蔵と大河の死闘、そして最後に訪れる衝撃の十数秒、運命の最終回って書いてありますからね、うん、まあこれを見ても最後に誰も信じられなくなる衝撃の十数秒が待ってる、うん、ってことはまあ間違いないでしょうね、うんうん、ではそれが誰でどんなことなのかっていうのをちょっと語っていきたいと思いますが、まあまず語る人物はこれまでの考察でもね、最も怪しまれてると言ってもいいこの人物、本庄。うん、まあこの人物の裏切りで言うと何なのかみたいなところを語っていきたいんだけども、まあこの人物はね、前回の直後考察でもなんかヒント動画がさ、山猫の正体は実は武蔵三郎であるみたいな文章に今のところなってるけども、うんうん、まあそこの後に続くのが、まあさっき言ってたのは隣とかね、うんうん、で僕もまあ近くとか、まあ武蔵三郎の近くとか隣って意味で、やっぱり本庄が山猫で、それがまあ最終回の主な出来事っていうよりは最後の十数秒で実は枠だよね、うんうん、はい、前回で駿河枠、はいはい、まあ、そこで本庄が使われるんじゃないかって考察したけども、やっぱりその可能性は拭いきれないのかな、うんうんうん、まあやっぱり本庄の怪しいとこで言うと、横浜の港町出身っていうのはね、ちょこちょこ怪しまれてる要素ではあるよね。まあそうだね、うん、で山猫もやっぱり横浜拠点の人間では間違いないからね、うんうん、まあ神奈川拠点というか、うん、だからなんだろう、山猫の娘とか、うんうん、あ、まあ、なんか最終回の山猫はまあ僕らの考察で言うと丸亀とか、うん、まあもしくは双葉とか分かんないけど、はい、その辺だけど、実はその娘がまだはびこってましたみたいなので最後本庄が使われるとかね、うん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 、なんか本庄にあるとしたらそんな感じなのかな。そうだね、うん、この本庄のね、出身、はい、みたいなところが、その漁師町、そうだよね、みたいなのも、うんうんうん、劇中では全く触れられてないので。そうだね、そのペチが言ってた、まあ、だいぶ前の考察で言ってた、そのインタビュー、うん、はいはい、の時に、まあ、竹内さんがね、うん、答えていたのもあるから、そこが、まあ、サプライズ枠で、まあ、実はこんな接点がありました、うんうんうん、こんな伏線がありましたみたいなのは全然あるかもね。そうだよね、か俺らは獣側なんじゃないかみたいなのね、当時考察してたけども、はいはい、まあ、獣もその町出身の人多いし、やっぱ山猫も、まあ、その町を拠点にね、いろいろ動いてたわけだから、やっぱ山猫側っていうのはまだ残るよね。そうだね、うん、やっぱ、まあ、駿河枠っていうことだけどさ、はい、駿河も割と
なんかいろいろちょくちょく怪しい子だったけど結局なんもないんかい、まあね、本庄も割と序盤からさ、うん、怪しいけどなんもないんかいってもうね、そうだね、ここまで来てるから、うんうんうん、もうこれは割と硬いんじゃないかなって琴井までこう思うけどな、マジで、うんうん、まああの駿河枠って結構攻めれるみたいなとこもあるもんね。いやそうなんだよ、うんうん、だからまあ本庄結構確かに動きが多いから、うん、あそこはこうでしたっていうのがまあ後からも増やせるからね。そうだね、まあ、そういう意味も含めて本庄がまあこの最後の十数秒で全てが変わるみたいな部分を、うん、になってる可能性はあるのかな。はい、じゃあ次はまあ人質のとこで言うとやっぱ宇和島、はい、まあここもちょこちょこコメントでは見るけども言い方ちょっと難しいけどもこの人物が実はこうでしたって言われても次回作楽しみだなってとこまで行くのかい。いやそれはお前さ語弊があるよ。違ういくらなんでもよ違う違うそこまで描かれてないからね。そうなんか実はもう何もなんだね。そっちもそもっていう、お前かそう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 キャストさんがとかなんて全然言ってないってより描かれてないから実はって言われてもそもそも知らないよ俺この人のことっていう感じだからラスト数十秒に持ってこないよだよねうん、怪しまれてんのかでもまあ結局さまあこの後に触れる2話セット同様になんで残ってんのっていう怪しまれ方、はいはいうん、じゃあ最後に何かあるから残ってんじゃないっていうような考察しかないけども、うんうん、まあ人質考察の時に言ったのもあるけど、はい、やっぱこの空港内の内情を一番知ってるからね彼が、うんうんうん、まあ天童社長がもういないから、はいはいまあ、空港関係者でまあ抑えられてるまあそれでいいもんね。そうだと思いますよ、うん、なんかいろいろ知ってるっぽかったもんね。まずいみたいなことこの前言ってたから、うんうん、まあこの人はそれ以上はいかないかな。そうだね、はい、でまあ今言った2話生、うんまあ、この人物も結構コメントで疑われまくってるというか結局何なのこの人って言われてるけども、うん、まあ宇和島よりはねなんか実はこうでした引きはあるのかもしれないけど、うん、とは言ってもだよねこの人も、まあ、この人も何もしてないから、まあ、ね、何もしてなさすぎるからね。そうだよね。まあただなんか山根この娘なんじゃないかとか根拠はないけどもだからこそ残ってるんじゃないかとかね、うん、まあそんな考察は見るけども、あと割とそのね序盤その転んだりとかさその獣をサポートするような動きしてたから、なんか山猫側とかいうよりもなんかそっちの実はまた第三勢力じゃないけど、うん、次の集団の布石みたいなので実は二話制だったりする、ね、それこそ駿河からなんかもうさ、うん、そういった勝ってた、はいはいはい、作戦を勝ってたとかはあるかもしれないね。確かにね、うん、その山猫がどうっていうのはもう関係なくて、うん、本当にさらなる敵というかね脅威みたいな、うん、それがまあ映画なのか次のドラマなのか分かんないけど、うん、その辺も噂でしか聞かないけども、うんまあ、そっちに繋がる何かで、まあ、二話生がそこになってるって可能性はあるかもね、うん、そっちはあるかもね。キャッツアイみたいと言っときましょうか言っとけ言っとくだけ言っとこうじゃん、キャッツアイみたいな。確かに多いよ、うん、で次はまあ双葉も一応触れときますか。はい、うん、まあこの人物はね、まあ、前回の考察でもシンプルにまだ山猫の可能性は残ってるんじゃないかって考察はしたけどもね、うん、まあ確かにねクリーンエネルギー関係のこともそこまで触れなかったし、うんうん、議員としての双葉って何してるのみたいなとこはまだなんかありそうだからね、うんうんうん、なんかその十数秒の枠っていうよりは最終回でももしかしたら結構ここを中心に描く可能性もあるよね、うん、そうね、うん、みんな9話で安心しきってるからね双葉については。そうだよね、そう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 、だからまあ最後に何も信じられなくなるっていう枠ではないとは思うよね、そうね、うん、M プロジェクトとかそっち系にもっと深く関与してる可能性はあるってこと、ね、うん、あるよね。たださやっぱ双葉を見るとさ、まあ、9話見てさなんか実は悪い人間でしたとかそこはなさそうじゃない、うんうんうん、どっちかというとこれから何かあるにしてもやっぱり神奈川のためにやったんですとか、うん、まあ、もっと言うと三郎のためにやったんですぐらいしか考えれないから、うんうん、そうなるともうそれ9話でやったじゃんと思ったら、うんうんうん、ってなると双葉も言うて最終回は何もないのかなとも思ってきた、うん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 、高笑いしないですか。なんかねやっぱ9話の感じ見てると、うん、悪い人ではなかったから、ね、そうだね、うん、そこもないか、何かを守るために嘘をついたんです、うん、こうだからさ、そうだな、うん、なんか武蔵三郎目線でこの何も信じられなくなるを当てはめるならば身内にね、はい、いるとか、うん、そのなんかまあ、うん、悪い奴がいたとか、うん、だったらまあお姉ちゃんもあり得るけど、はいはい、まあお兄ちゃんもね、うん、この後触れるかもしれないけどもあるかもしれないしね。そうだね、お兄ちゃんもそうなんだよね。まあこのままお兄ちゃんも触れようか、うん、まあでもね僕的にはお兄ちゃんももうないんじゃないとは思うんだけどね。あ、もうあれ実は生きてて、そうそうそうね、なんか整形しててとかもあるし、うんうん、まあ、山猫でしたとかね、うん、だからビッグネームの人がなんかね、出るしかないよね。そうだよね、もう若いからね、うん、そうそうそう、30年前のか彼は
今来てもしょうがないから、誰かビッグネームの人が映って、これケンイチなのっていう、そうだよね、なんかそういうヒントを残して終わるという。あーなるほど、最後の数十秒で、あーそういうことね、あケンイチこいつ、え、ケンイチなのっていう。あーなるほどね、あれケンイチだったの、その謎やだな、生きてたのかっていう。じゃあ次回作ケンイチお兄ちゃん VS みたいな。あーなるほどね、サブローの写真とか見たら、はいはいはい、久しぶりだな、サブローみたいな感じ。あ、それは面白い、うん、熱いな。確かにってなると前考察してたのは誰だっけ、あの人松重さんか。この記憶絶妙に似てんだよ。でもね、キューバとかも出てきたけど、はいはい、やっぱ全然いけるんだよね。なるほど、あーなりそうだもんね、なりそう顔的に。だから松重さんエンドだったらね、あれケンイチだと思うよ。考察班分かるよ。俺らはよく知ってる。そうだね。まあ、だいぶ考察必要になってくるんで、そもそもこれ誰やねん。いや、まあ、始まるからね。確かにね。まあ、ケンイチも謎が多いとこはあるからね。まあ、そうだね。ちょっと要注目で言った方がいいかな。はい、で次、泉ですね。泉が意外に疑われてるんですよ。泉っていうのも、予告のこの誰も信じれなくなるっていう文字がピンクなんだよね。はいはい、でピンク、まあ、桜色、もう泉さくら、なるほど、こんなような考察はよく見ましたね。まあ、でもなんでこれピンクで描いたんだろうって思うと、そうやってつなげたくなる気持ちもわかる。あんまりこのフォント見たことないというか、まあね、あ、まあ、目は引くけど ね、まあ、ねシンプルね、うん、なんか真空光線挙ってこういう色使ってこなかったイメージはあるけどな俺は。あ、もしかして色味的には珍しいか、そうそう、ピンクっぽいこの感じ、うんうん、はあんまりイメージないから、緑とかも多かったりするのかなってイメージはあるけど、はい、ってなると、まあ、そこにヒントを入れたとかも期待はしちゃうけども、うん、まあ、予告があれだったからね、しかも。ああそうだよね、ありえない、ありえない、そうそうそう、だから割とそれが不利なのかもしれないしね、私がありえないみたいなのもあるかもしれないしね。そうそうそう、うん、まあ前作ではね、旦那さんを亡くしてたっていう件があって、うんうん、まあそれがなんか P2 計画をもっと続けていきましょうみたいな進言をしちゃったんだよね、確かね。そう、だからワクチン開発を進めてくださいって言っちゃったもんだから、うん、まあそれでまあちょっと勢いづいちゃったんで。そうだよね、まあだから青鬼とかも恨んでるみたいな話だったけど、とびえそれもさ、悪人としてのさアドバイスでは全くなかったので、そうだね、旦那さんが亡くなっちゃったのもあるし、うんうん、まあ、このままではダメだっていうことで進めてくださいって言ったのが泉だからね、うんうんうん、やっぱ泉が悪人って可能性ももうないって言っていいと思うんだよ。ってなるとその最後の十数秒が泉の悪い面とかはやっぱない気がする。てか見たくないな正直。泉はね、まあでもせめぎ合ってるとか、その、うん、まあなんか正義ももちろんあるけども、まあそういうまあ旦那さん亡くしてる過去とか、うん、まあいろいろ選挙事件ね、大病院選挙で経験してるからこそちょっと芽生えつつというか、あなるほどね、なんか片足だけ突っ込み出るみたいな、まあそのパターン、なんか怪しい描写があっても、え泉どうしたのまた、そうか次なんかあるのかっていう、ね、ちょっと選挙シリーズ好きな人からすると、うんうん、まあ信じられなくはなる。まあそうだね、俺一個思い出したのがさ、うん、やっぱ弾避けれんのちょっと不可解てめさんかなって思うんだよな。そう、触れないであげて。あ、そういうもんなんですか。あれはそういうもんだから、なんかとんでもない人物なのかなみたいな。あ、なんかそれこそ別版とかじゃないけど、もっと上のとか、はいはいはい、バトル版、バトルストーリーになっちゃうけど、泉がやっちゃうみたいな。でも映画化とかまで行くんだったらそれぐらいド派手な、なんかさ、いやありえない、なんかもうさ組織とかでももういいのかなと思うけどね。サブローはいくら当たっても死なないのあるし、サブローもおかしい。泉は当たるとかじゃなくて避けるみたいなね。最強の2人がライバルになったら面白いよね。面白い、うん、まあ今さっき言ったみたいに、なんか片足突っ込んじゃったとか何か理由があってとかがあるかもしれないけど、うん、やっぱ悪人でしたはちょっとない、うん、まあそれで言うと俺もっと悪人になってほしくないナンバーワンで言うと島かな。まあそうか、島はやめてほしいな。そう、なんかもうシンプルに裏切ってほしくないっていう気持ちが強すぎるのと、うん、願望だな、うん、今別班って話出たから一応言うけど、うん、やっぱドラム枠でいてほしいというか、はい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 、そうだね、なんかさ別に裏切ったっていい人物があるけども、うん、なんかマスコットキャラ味が強いから、なんか俺裏切ったらなんかショック。いやまあそうだね、うん、てかまあ設定、ドラマ設定にしてもやっぱあの KSBC ね、2席この作戦本部で 2人ともっていうのがエグすぎるんだよ。そうだよね、崩壊してるの設定から。そうなんだよ、だから島は絶対ないと思う、うん、
もう三郎に忠誠を誓ってるでいうと一番誓ってる感じもするし、いやまあそうだね、うん、何でも頑張るからね三郎のさ、うんうん、島はもう考察しませんか、ね、なんかもうその考察に入れるのも野望みたいな感じじゃない、公式さんが言ってほしいよね、もう絶対に島ないですよって言ってほしい、安心したい、うん、ってぐらい島が好きっていう話ですね、うん、そうですね、はい、じゃあこっからですね、武蔵優子ですか、まあこれもね、なんかさっきの、ヒント動画の文章で言うと、うん、まあさっきも言ったけども山猫は実は武蔵三郎って文章に今なってるけども、まあワイフとかつながる、はあ、でそれが最後の数十秒にもつながってくる、うん、ってなるとやっぱ武蔵優子っていうのが最後の裏切り枠として出てきたら、まあ、衝撃度で言ったらね、うん、半端じゃないよね、えまあね、うん、何やったんだよこいつ、いやそうだよねでまあ、それで言うとこのヒント動画につなげちゃうとやっぱ山猫が武蔵優子みたいになっちゃうと、まあ、武蔵優子の旧姓が実は陸奥なんじゃないかとかはなんかコメントがあったりね、はいはいはい、なんかそんなのはあったけども、まあ武蔵ピンとこないとね、そうだよね、そういえば優子の旧姓陸奥だったな、いや本当だよな、ピンとこないと刑事としてはやばい、うん、出会った時は旧姓だったわけだからね、そうですよね、覚えとけよって話だし、ゆうこさ、それこそなんか医療チームのシーマットだからなんかに入ってんじゃん、あれも実はなんかもうそれだけじゃないというか、うん、もう結構な重要人物だから入ってたとか、意外とあの辺が伏線になってるとかいう可能性も、まあ、なきにしもあらずではあるのかな、うん、なんかドラマでさ夫婦役でさ、なんか2人でのシーンが鬼のように多かったりさ、うん、なんかそこをすごくテーマとして描いてたらもうその奥さんが裏切ることってないかなと思うけど、うん、このドラマってなんか2人のシーンと思ってるにないんだよ、ほぼ全然、うん、てかないに等しいないね、うん、だから奥さんが実は裏切り者でしたもう他の作品よりはなんかやりやすいというか、うん、2人の絆みたいなシーンがまあ少なめではあるからね、まあ、そうだね、もちろん感じるとこあるよ、うん、あの昔のシーンとかあるからね、あ、うん、でもまあギリギリ裏切ってもみんなびっくりぐらい、そんなわけねえだとはならないぐらいなのかな、意外とありそうな気がするしよな、割となんか、あとやっぱ比嘉愛未さんの演技ってすごいじゃん、結構ヒール役もさ、はいはい、いいから、だからそのなんかね、三郎なら大丈夫みたいに言ってたのも、はいはい、やはり三郎は大丈夫だったわねみたいな、なんかそのめっちゃ悪いやつ敵対してるみたいな感じの雰囲気で言うかもしれないし、ただ一個もなエミリーがいるからな、まあね、エミリーを考えるとないかも、まあそうだよね、これで子供がいなかったらあったかも、うん、ああまあ子供がどうしてるか分かんないよまあねどっちに付き合いの私ってなるからね、そっかそっか、うん、これ子供考えるとないな、うん、なるほどね、じゃあ最後武蔵三郎、もう出た、うん、まあ直後考察でも疑いましたけども、やっぱコメント見てもね多いですよ、うん、まあそれこそさやっぱヒント動画がこういう文章になってしまってるっていうのはまずあるじゃない、うん、で結構ね陸奥の息子っていうのはよく見かけたし、なんか唯一俺もあるとしたらそこは、うん、だから最後の十数秒で覆るっていうのも武蔵三郎を指してて、でさらにヒント動画のことも、まあ、最後の十数秒のことを指してる、だから山猫は武蔵三郎っていうのが最後に出て終わるみたいな、それで言うと、まあ、武蔵が実は悪いやつでした、まあ、三郎が実は悪いやつでしたはもう 100% ないけど、うんうん、武蔵も知らなかった、実は俺のお父さんは山猫なのかもしれないみたいな、ね、なんかそんなラスト、あで映画化で三郎が追われる側になるみたいな、ね、とかとか、あそれはありそうだね、だからその後三郎が陸奥哲夫がお父さんって知らないよね、そういうことだ、ね、だから武蔵だからね、うん、だからお母さんの名字を取ってるみたいなこと、取ってるみたいなことだね、うん、なんかこの考察でね多かったのは結局双葉と健一と年が離れまくってる、あ、はい、結構離れてるし、はい、あとまあ親が出てこない、まあ、武蔵の親が出てこないとか、なんかその辺から多分つらげてる方が多いんだけども、まあ、だから陸奥の隠し子とかでお母さん側に引き取られた、で双葉と健一とはお父さんが違うとかね、なるほどね、うん、なんかそういうのがあって武蔵も知らない、実は俺のお父さんが山猫なんだ、じゃあ俺も山猫だみたいな意味のこのヒント動画、ああ、まあちょっとスターウォーズ味がすごいですね、すごいな、確かに言ってた思ったなダース・ベイダーのねってなるけど、まあでも面白いですね、面白いよね、うん、まあ、やっぱこのヒント動画をさがっつり考察しちゃうとこういう考察にはなるよね、まあそうなのね、確かに確かに、うん、なんかねもうこれ以上続かないんじゃないみたいなのもあるからね、ヒント動画なんかね、そう話によれば前作は最初はなかったらしいね、うん、だからもうピリオドはないけども、もう文章としてこれで終わりってなると、なるほど、サブロっていうのに意味を持たせなきゃいけなくなるから、はい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 、やっぱそうなると、まあ、実質山猫でしたみたいな、はいはい、お父さんが山猫で、え、じゃあ実は僕も山猫だったんだみたいな、うんうん、オチ、血を引くものとしてね、そう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 、悪いやつではないよってことね、もちろんもちろんそういうこと、
まあそんな考察も見て、なんかあるとしたらそういうのは感じる、うんうんうん、ありそうです、うん、っていう感じですかね。そうだね、うんうんうん、まあ今聞いてて分かると思うけど、なんかもうこれから実は悪いやつでしたっていうのはね、人によっては無理だと思うから、うんうん、もうサブローなんて絶対無理だし、うん、泉とかも無理だと思うから、なんかその辺から考察してもいいのかもしれない、うんうん、まあどんどんね、そうそうそう、思ったけど、一人一人でこんな語れるってすごいね。すごいね、このドラマね。確かにちゃんと描かれてますね、キャラが。まあいつもよりはね、考察っていうよりはこんなのあったら面白いねって感じで語りましたけど、はい、まあドラマってこういうもんだもんな、うん、うん、好きに語ってね、うん、好きに妄想していきましょう、はい、だから最後に皆さんもね、もう大胆に予想してみてください、はい、最後の数十秒当てにいきましょう、いきましょう、はい、というわけで、まあもう一本何か動画を上がるかなっていう感じですね、はい、はい、というわけで最終回も僕たちを楽しんでください。以上、ろくろくでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいなって思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にケムロジェ、はい、もうヒント動画通り山猫は武蔵でした。どんな意味だったんですか。山猫っていうのはまあロケット弾なんだよね、本当に、まあ、ポケモンわかんないもんね。ニャース武蔵小次郎、あ、うん、2回目だこれ使っちゃったの。あ、覚えてないんで大丈夫です大丈夫ですか、うん。